ずこっちが、アイシャドウ、これが4つ仕切りになってるタイプなんですけれども、こちらがアイシャドウのペンシルタイプだったりとか、ジェルアイライナーだったりとか、こういうペンシルのアイライナーが入っております。この中で一番好きなのは、最近お気に入り、これマックのやつ、こんなやつです。こんな感じの超綺麗なタイプがお気に入り で、こっちがリキッドのアイライナーになっております。でこっちがアイブロウの、こっちがペンシルのタイプ、好きなのはこれです。ブロラッシュ EX のこのペンシルとリキッドのタイプ、入った、リキッドのタイプが入ってるやつです。でこれが色がすごい好きで、これがね、グレッシュブラウンっていう色がすごい私の肌、髪色とかに合っていて大好きです。でこっちがアイブロウマスカラ、このヘビーローテーションのピンクブラウンっていうやつがすごい好きです。でこれがアイブロウのパウダーになっております。でこっちがこの前半、こっち前らへんがマスカラで、こっちがこういうツール系が入っております。こんな感じです。この中で一番好きなのはこれ、ケイトのこれラッシュマキシマイザー、ひとえさんでもすごいまつげがカールキープしてくれるので大好きです。でこっちの上、こっちの上がこれです。コンシーラーとかハイライトとかが入っております。で ここがブロンザー、これが大好き、ザバームのバハマママが好きで、これ見て、エルフのハイライト粉々、もう開けれないんですけどです。でここがコンシーラー、これが最近好きです、ちょっと汚いんですけど、ザセムのチップコンシーラー、すごいカバー力があるので大好きです。とこれがレブロンで、こっちがなんか髪の毛留めるやつだったりとか、ブロンザーだったりとか、エルフのハイライトで、ここがハイライト2つ入っております。で大好きなのがソフト&マックのソフト&ジェントルが大好きです。そんな感じです。で次に、じゃあここのリップタワー、リップを紹介していきたいと思います。で一番上がこんな感じです。これがこの中で、これエルフが一番この中だったら好きです。すごいね、私の唇ってどんなリップでも結構乾きしちゃうので、リップクリームを塗ってから使うのがマストなんですけれども、このエルフはリップクリーム使わなくても結構発色もいいし、マットカラーだし、肌荒れしないので、皮むけしないのですごい大好きです。で次2番目がこの中、まあいろいろあります。オーブクチュールだったりとか、ラブチュールとマキアージュ、ジフレ、エルガールの付録とかラブシカです。でこの中で一番好きなのはこれマキアージュのやつ、これキコちゃんカラーなんですけれども、見て超かわいい赤、キコちゃんと同じカラーです。で次がマックコーナーです。この中で一番最近好きなのは、ちょっと春になってきたので、こういうオレンジカラーだったりとか、あとはこの前買ったこれシャーロットオリンピアとマックのコラボのやつ、これまだちょっとパッケージ可愛すぎて使ってないから何とも言えないとか、こんな感じのやつとか、まあ、結構マックは赤系が多いです。これも赤系、まあそんな感じです。この中で最近よく使うのはマックのこのラブフィーリングっていう限定カラーになるんですけど、これを最近よく使ってます。次がここがなんかよくわかんない、いろいろあるんですけど、これがなんだっけ、マジョマジョ、メイビリン、NYC、
これが無印のリップバーム。これが、コフレドールのリップ、マックのリキッドルージュエモダと、これがエチュードハウスになっております。このエモダのやつがね、最近オレンジがすごい好きなんですけど、こんな感じでオレンジ、これもらったんですけど、こんな感じで超かわいい、これ大好きです。はい、次がリップ、なんかよくわかんないやつ、リップバーム系入ってます。これがこの前買ったシャーロットマックとシャーロットオリンピアのコラボのリップミックスと、これ夜使うやつ、エッセのリップエッセンストリートメントと、日常使いに使うリップクリームと、これもすごい匂いが好きでこんな感じのリップと、ケイトとケイトです。でこっちになると、リップグロス系が入っております。ここはシアーな感じのレブロンのリップの、なんだったっけ、リップラッカーです。でこの辺が、これがメイビリン、マック、これがキャンメイク、マック、キャンメイク、ワッツァ、マックっていう感じです。最近よく使うのはこの中だったらこれかな、キャンメイクのなんだっけ、これ Your Only リップグロスの高発色のタイプを最近よく使ってます。では次、こんな感じです。ここがエチュードハウスのティントだったりとか、ナーズのペンシルのリップ NYX、 これもすごい好きで、肌が皮むけしないので普段使いによく使っております。これも赤系、ちょっとシアーな感じなんですけど、こんな感じです。これ大好き、これも荒れない。でこれがキャンメイクのステイオンバームと、これがレブロンのカラーバーストのマットタイプと、これがクリニックの花さんがおすすめしていただいたやつです。これも大好きで、よく普段使いしております。でこれがクリニックのなんかのキットで入っていたやつです。これあんま発色しない。でこれがミシャ、これがよくわかんないところで、次ここがこれです。ここがエルフのやつで、これがマックのペンシルになっております。やっぱり赤系がすごい好きで、これとかもうなくなりそうなんですけど、なんかすごいね、エルフと相性が良くて、エルフのやつ全然皮むけしないので大好きです。これすごいね、いろんな色集めたいんですけど、なんか廃盤になってんのかな、よくわかんないけど、アイハーブで購入しました。アイハーブにも売ってないのですごい残念です。と最後のところ、ここが最近買ったお気に入りレブロンのなんだっけ、ウルトラ HD マットリップカラーです。3色買いました。その中でもよく使うのはこれかな、このね、なんだっけ、6番の色がよく使えますけど、これもすごい好きだし、これもすごい好き、全部好き。では次がここの一番上はこういうチークカラーです。この中で一番好きなのはビセのこの BE8 番っていう色がすごいナチュラルで好きです。とエルフのブラッシュとダイヤモンドビューティーとかケイト、あとスイーツ、あとこれも大好き、エルフの HD ブラッシュなんですけど、クリームタイプなんですけど、少量ですごい伸びが良くて発色がいいのでよく使っております。あとアプス、これもなんかジューシーな感じにしたいときはよく使います。でこれ見てください、蓋がないんですけど NYX のパウダーブラッシュです。モカって色なんですけど、これも大好きです。大好きなのばっかりです。ではこちらです。こちらがこんな感じで、リップバームティント、エルフのねとか、エチュードリーメル、マジョマジョとマック、レブロンエプセになっております。でこの中で一番好きなのがこれ、マックのパウダーブラッシュだったっけのウェルドレストっていう色が好きです。もうそこが見えてるぐらい大好きです。
すごいね青みピンクなんだけど、色黒さんにもね肌なじみすごいいいので、で若干シマが入ってるんですけど、ちょっとツヤっぽくしてくれるのが大好きです。と次がここアイシャドウコーナーになっております。エルフだったり美声アディクション、ビューティー、あ、違った、ダイヤモンドビューティーエクセルのアイシャドウベース、レブロンエチュードとマックのシャロットオリンピアのヤーツ、アイシャドウベースとディオールナチュラグラスでナーズ、最近よく使うのはこれかな、ナーズのこれですをよく使います。これがねカラーが3067番、すごいねナチュラルな感じです。こんな感じ、これ普段使いすごいしやすいです。じゃあ次が、あ、こちらこんな感じなんですけれども、これがメイビリンエルフマリブエルフで、これがね実はさっきのハイライトカラーのこのザバームのルーマナイザーが実はこんな風にじゃじゃん、ないの、全部崩れちゃった、ハイライトをすげえ崩れるいつもを、ちょっとこんな感じでパウダー状っていうかこんな感じルースタイプにしちゃった感じで、たまに使ってます。で、マックとか、本当はマックもっといっぱいあったんだけどね、なくしちゃったの、あの JR に置きっぱ事件アホアホで、マックの中だったらとりあえずこれが使いやすい、このカジノっていう色と、あとこれサンプチュアスオリーブ、これ大好き、すっごい 変光色なので、グリーンなんだけどちょっとブラウンっぽい感じ、ここにのせてみよう、わかる、ちょっとグリーンっぽいけどこうやったらブラウンっぽくなるような変光色で、すごい可愛いので大好きです。とあとこれもマックだと、エクセルのねこれも大好き、エクセルのディープアイシャドウのコパーブラウン、さっきのナーズのこのナーズのこっちの色と結構こっちの色と似ております。そんな感じです。でこれがね結構大好きなんですけど、これはカラ限定カラー、マックのフルイットラインシルバーストローク、これアイライナーなんですけどアイシャドウベースとして使っております。すごいねよれない、こんな感じが机の上です。あとは化粧が終わった後にするのがこれ、机の上に置いてるんですけど SK2 のなんかシュッてするやつを持っています。次にこの辺りをご紹介していきたいんですけど、ちょっと暗いので出します。